ロシア連邦の鉄道車両メーカーである、ウスチカタフスキー車両製造工場が1992年から1995年にかけて製造した電車。路面電車を高規格化、地下化した路線へ向けて設計された車両で、71から611という形式番号も有する。1960年代以降、ソビエト連邦では中期ボトシの混雑解消の一環として、 従来地上や道路上を走っていた路面電車の一部を地下に移し高速運転を可能とした高規格路線メトロトラム計画が策定され1980年代にボルゴグラードとクルイビーイリーフで開通したこれらの路線に適した車両として設計された車両が KTM-11 である同時期に製造されていたウスチカタフスキー 車両製造工場製の路面電車である KTM-8 を元にした車体を有するが、中端にループ線が存在しない、プラットフォームが両側に存在するなどの条件が存在するメトロトラムに対応するため、車体の両側に乗降扉が設置されている。また、2両から4両編成の連結運転が可能なように総括制御が可能な機器が搭載されている。 車内の座席は大型規格の地下鉄車両と同様にロングシートが設置されている。1990年にクルイビー・イリーフ氏からの要請を受けて開発が始まり、まず1992年に試作車が完成し、ボルゴグラードメトロトラムで試験運転が実施された。その中で屋根状に設置された静的コンバータの信頼性や加減速の性能に問題が指摘され、 翌1993年から1995年まで製造されクルビーリーフメトロトラムに導入された量産車ではそれらの改良が実施され、車両限界の都合上コンバータは床下に移設された。この量産車11両の編成の内訳は2両、編成1本と3両編成3本であり、うち3両編成の中間には運転台や終電装置が設置されていない。 中間電動車の KTM-11P が連結されている。2015年の時点で重量が残存しており、内チボル・ゴグラードから譲渡された2両がボルシスキー市電に、8両はクルイビー・イリーフメトロドラムに引き続き在籍する。ありがとうございます。